いかに人形じゃ早く会えびたまえ。こんにちは、イングリッシュドクターの西澤ロイです。今回はですね、日本人が知っておくべき教養シリーズ農学編ということでですね、先日お届けしました日本史編、君が代編に続きまして、今回はね、農学、お能ですよ。日本の伝統文化であるお能をですね、取り上げて、ご紹介したいと思います。素晴らしいゲストとしてですね、なんと農学士の方をお迎えしてますので、早速ご紹介したいと思います。コンパル流農学士の山井綱夫さんです。こんにちは。ロイさん、こんにちは。お久しぶりです。稽古でお忙しい中、お時間作っていただきましてありがとうございます。いえ、とんでもありません。ありがとうございます。よろしくお願いします。まず最初にちょっと簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか。はい、コンパル流農学士、山井綱夫と申します。年齢は、今48になりますが、私は祖父が農学士でしたので、母方の祖父でしたけども、それでまあ小さい頃から農学をたしなみ、まあ、4歳から農を始めて、5歳に初舞台ということで、まあ、現在の芸歴43年ということになりまして、まあ、43年やってると立派だな、長いなって言われますが、とんでもないございませんで、この世界は60、70、80、90の方も現役なので、まあ、やっと普通に一人前ぐらいになってきたかなというぐらいでしょうか。まあ、一人でも多くの方にですね、農の素晴らしさ、まあ、私自身も研鑽努力をし、農学を極めていきたいという努力とともに、まあ、さまざまな方々の力も借りつつ、本当に日本のね、世界に誇る伝統文化である農学の素晴らしさ、凄さを、やっぱり一人でも多くの方に知っていただきたい、そういう思いでずっと活動してまいりました。山井さんのちょっとプロフィール的なところで、例えばですけども、NHK の大河ドラマ、郷姫ですとか、真田丸、あれの農学指導されたりとか、あと真田丸はご出演もなさったんでしたっけ。はい、出ました。懐かしいですね。大河ドラマの撮影、そうですね、あの当時のお話、まあ、少し簡単にお話しさせていただくと、あの主役が、堺雅人さんという、ね、俳優さんで、あれは三谷幸喜さんが脚本を書かれましたけども、三谷幸喜さんってものすごく能が詳しいんだなってのよく分かりました。これぐらいにしておきますけども、いや本当に大河ドラマもいい経験させていただいて、とてもいい思い出ですね。なるほど。あと海外でも活動されていて、プロフィール拝見したら、フランス、アメリカ、カナダ、台湾などでもやられてるんですか。はい、そうですね、海外公演は昔からもそうですね、あちこち行かせていただいてますし、あとは平成26年に文化庁長官の方から任命いただいた形で、文化交流士という役を文化庁から拝命し、でその時にもうそれこそ世界を一周させていただいて、アメリカ、ニューヨークの周辺もありまして、でアメリカの、西海岸の方を渡りまして、ロサンゼルスも、行きました。あの辺の西海岸で、最後は、私がもうずっとここのところ10年ぐらいご縁をいただいてきた、カナダのバンクーバーですね。とってもいいところでしたけども、はい、バンクーバーに行きまして、で能の公演をさせていただいたりしてきました。何年か前はですね、その地元のアーティストの方々と一緒に能を元にしたオペラを作りたいと、こう言われたので、通い小町というんですけども、それをオペラにしてですよ、1ヶ月間稽古を重ねまして、向こうで現地の方々とオペラの作品をやりました。まあ、とてもなく大変だったですけど、もうそれこそその時に本当に私もロイさんに学んで、ちゃんと英語を喋れるようになってればよかったなと思うんですけど。ありがとうございます。やっぱりね、能って名前を知っててもよく見たことないとかわからないって方も多いと思うので、ちょっとね、能楽の基礎知識的なところからぜひ山井さんに教えていただきたいなというふうに思っているんですけども、まずその何ですか、特殊な感じの発声法で喋りますよね。はい、そうですね、能はですね、歌いというふうに言いますかね、歌い、ジャパニーズトラディショナルオペラに訳されたりすることもありますけど、まあ、いわゆる歌唱をする、歌を歌うわけですね。でその声の出し方っていうのが、まあ、本当にこう腹の底から声をぐっと出してみるわけです。ちょっと一節歌ってみましょうか。ね、お願いします。おめでたい時に歌う高砂という歌いの一節ですが、こんな感じです。高砂よ、この裏船に帆を上げて、まあ、こんな風にですね、
声を出すわけです。やっぱその発声って日本語に合うのかなってすごい思って、その発声で英語って喋れるんですかね。ああ英語英語でやってる人もいますよ。英語のっていうのあるんですよ。でこれはですね、具体的にドナルド・キーンという日本文学を世界に親しめたアメリカ人の方です。ドナルド・キーン先生のお弟子さんの中でリチャード・エマート先生という方がいて、その方がですね、なんとご自分でですね、能楽を英訳されてですね、ですがもうステージに出る人間もみんな外国の方々が能の役者として出て全部英語で歌って舞うっていうこれ結構すごいですよ。わあ、それちょっと見てみたいですね。リチャード・エマート先生の名前検索すればシアター能楽って言ったかな、そういうカンパニーがあります。でこれ YouTube でも動画があります。でとてもよくできてます。本当にすごい、見てください能楽のルーツ、今もですね、まあ、この画面上どこまで皆さんお伝わってるかあれですけども、腹の底から結構大声を出すんですね。能ではとても気合が大事だと思います。まあ、能楽は700年前からできたというふうに言われていますけれども、もともとやっぱり、まあ皆さんもお名前聞いたことあるかもしれませんが、世阿弥という人がいました。まあ、これはもう本当に世界的な演劇の世界ではシェイクスピアに並ぶ演劇界の巨人と称えられている人です。700年前室町時代の、まあ、初めの頃の時代ですね。でその時に時の将軍足利義満という第3代将軍、室町幕府の将軍ですね、まあ、この人に見初められて、能楽っていうのは、まあ、当時からすれば、まあ、こう言っちゃあれですけれども、まあ、大衆演劇みたいなものだったということですね。でそれが国の最高権力者に一本釣りされて特別に可愛がられるという状況になったということですね。まあ現代に例えるといきなり国家予算の何パーセントを投入するとか言ってなんか言い出してですね、早乙女太一劇団がいきなり総理大臣の一言によってとてつもない国家予算を投入されるようになったみたいな、まあ現代に例えるとそんなもんです。わかりやすい例えありがとうございますまあそんなことがあって、それ以来能楽は、最高権力者ですね、具体的に言うとまあ将軍ですね、それから大名という人たちですから、まあ、5年前にいただいた真田丸の中でしたら、まあ、当然武士はみんな能楽をやっていたもんですから、まあ、それで私にまあその能楽指導ということでお話をいただきました。皆さんがよくご存知なもう織田信長から私の流派、まあ、コンパル流って言うんですけども、豊臣秀吉公がとても愛してくださった流派だったので、豊臣秀吉もそう、徳川家康ですね、江戸幕府を開きました、もう大河ドラマで出てくるような武将は全て全員漏れなく能を愛好していて、もう必須科目だったわけですね。なので、能楽をやるっていうことはイコール能楽っていうものはイコール武士の魂と直結しているということなんですね。そういうこう武士的な精神心っていうか侍スピリッツっていうのが、まあ、現代まで息づいているというのが能楽、まあ、平たく言いますと舞台芸術ということになります。あともう一つ、これはまあ大きく申し上げたいのは、世阿弥がもちろん作った700年前の能楽ということとともにですね、もう一つ大きな大きな能楽のアイデンティティがあります。それは何かというと、特に私の流派コンパル流の手前の流派の話になっちゃうんですが、能の中で一番古い流派なんですね。その歴史は飛鳥時代まで遡りまして約1400年ということになります。初代の方は肌の高活と言いまして、聖徳太子の後見人と言われた方です。そういうところから東大の宗家まで、現宗家まで81代、1400年を数えるのが我が流派になります。じゃあ昔何やってたのか、そんな大昔何やってたのかっていうと、能楽はその室町にできましたので、それより前の時は何をしてたかっていうと、いわゆる宗教アトラクションですね、まあ、神社とかお寺とかでお経とか祝詞とかをあげてお祈りをしている後に見せるなんか芸能的なもの、まあ、そういうものが能楽のルーツになったというふうに考えられています。具体的に言うと、まあ、シンプルですけども、当たり前の話ですけども、幸せに楽しく生きていくということをお祈りするということ、もうこれが能楽の根本的なメッセージであると。しかもそれが日本の神様とか仏様とかっていうものと一緒にリンクして描かれているということが、能楽のですね、なんといっても一番大事な、ですからとてもスピリチュアルな世界であるというふうにも言われてます。宗教的な祈りというんでしょうか。だから、まあ、ジャパニーズゴスペルなんていうふうな言われ方も、しますね。最初そうだったんですね。これは全く知りませんでした。ですからその能楽っていうのは、僕もよく話するのはハイブリッドな芸術であるというふうに考えてます。世阿弥という人が能楽をゼロからクリエイトして全て作り上げたわけではなく、あくまでも世阿弥はそれをハイブリッドにした、つまり能楽以前にも数々の芸能が存在していたし、能楽の元になるものもありました。
で、あとももちろんこれはもう歴史的皆さんご存知の通り、まあ、仏教は奈良時代の時に中国から入ってきました。まあ、そもそも日本の文化っていうもの自体が大陸からですね、ずっとシルクロードの方からずっとこう伝わってきたものが朝鮮半島だったりとか中国とかからずっとまあ流入してきたという事実がありますね。まあ、もちろんそういうものを全部取り入れた。そして日本人が独自に古来から作り上げてきたものの考え方だったり風習だったりっていうものがあって、でその両方をこうミックスさせてドッキングさせて、それでこう練り上げてきたもの。だから非常に能楽もそうだし、日本の文化っていうのは内包されているものっていうのはとてもとてもこう多岐にわたる、そして多様性がある、そしてそれは日本固有のものだけではないということなんですね。まあ、その辺のこう能楽の中に描かれている日本の文化の懐の深さっていうか、まあ、そういうものはとても大きいことかなと。ですからあくまでも能楽はハイブリッドな芸術であるというふうに皆さんぜひ理解いただきたいなと思います。お能は見たことないけど歌舞伎だったら見たことあるって方はいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、歌舞伎との違いを端的に言うとどんな感じなんでしょうか？そうですね、よく聞かれるのは、あなた能楽師なんですか？そうですか。じゃあ、いつも顔に白塗りして肌荒れして大変ですねって言われて、大体は、まあ、能面というですね、マスクをつける能面というものを着用するわけですね。で、歌舞伎の場合は白塗りをするようになりました。で、歴史的には能楽の方が元になっていて、能楽を元にして文楽、人形浄瑠璃というものが生まれました。そしてさらにそれからまた歌舞伎というものが生まれました。先ほど申し上げたように能楽というのはまあちょっとややお高く止まっていたことがあったので、大名とか将軍とか、まあ、いわゆる非常にこう身分社会でいうならばすごくこう高い位置にいる一部の方々によって愛好されてきたということがありました。じゃあ一般の方々はじゃあどうだったのかというので、そういうところで能楽をもっと大衆的に一般的にする形でアレンジされて分かりやすく描かれてきたのがまあ歌舞伎というふうになるということですね。はい、ですからまあ歌舞伎もそうだし能楽も今現在まで、まあ、並列してずっと伝承し続けられているものであると。歌舞伎はすごく外にこうデフォルメしていく、能はすごく内面的に体の中に内側にこうベクトルを内側に向けてこうぐーっと集中し凝縮し無駄なものをこう排斥していくというか、まあ、引き算の芸術として描いてきた。歌舞伎はもう外に、あくまでもエネルギーは外に発散していくという形で描いてきた、まあ、そこはやっぱ大きく違う点かなというふうに思いますね。やっぱ外国人の方も結構能ってご覧になる感じですかね。まあその海外で公演もされてるわけですけど。そうですね、外国の方の方がやっぱりこう日本の文化に対する意識っていうか面白さっていうことをやっぱりこう違うからこそ強く感じてくださってるのかなというふうに思います。よく出る質問とかって何かあったりしますか、外国人の方から。まあ能って能面をつけるですけども、その能面をつけた時にどういう気分になるのかとか、あとね、能っていうのはこう構えっていうのがあって、こう腕をグッと張りまして、こう腰をこう曲げ入れるっていうんですけども、まあ、ちょっとこう膝を少し曲げるようにして重心をややこう落としまして、スキーを滑る時のスタイルの形にグッとなってですね、でこうかかとからこうすって歩く、すり足っていうのがあるんですね。まあ、これがやっぱり能の文化の、日本の文化の、まあまあ、根底的な、まあ、相撲とかもそうだし、お茶もそうだし、まあ、すり足。で、これをね、外国でやると、ものすごく興味を持たれて、僕もある時、そのニューヨークのある大学で演劇科の学生たちにやらしたらですね、そのすり足、ずっとやってんですよ。やめない。いや、私が疲れたなと思ってるのに、なんかもうやめねえから、こっちもやめられねえし、永遠とね、いや、面白い、すり足がこういう歩き方が、いわゆるバレエの運送方法と全く違うわけですよね。つま先立ちになってこう立つとかって、こうぐっと腰を入れて、ぐっと縮んで、こうかかとから吸っていくっていう。でね、僕、バンクーバーで公演をしたときに、サンキュー、サンキューって言いながら、こう最後、お客様帰ってくときに、ロビーにいたらですね、ある10歳ぐらいの白人の男の子が私のところにトコトコって近寄ってきまして、You are moonwalk! You are moonwalk! moonwalk って言ったんですよ。あ、そっか。moonwalk に見えるんだと。あれは結構ね、衝撃でした。そういうふうに見えてるんだっていうのが。とてもなんていうかな、いろいろ興味を持って、強い関心を持って見てくださいます。その先ほど引き算だっていうことをおっしゃいましたけど、本当にこう質素で、まあ、まさにわびさびだと思うんですけど、で日本人でも全然こうやっぱ予備知識ないと全然わかんないじゃないですか。はい、そこって
いや、外国人の方何を楽しんでるんだろうと、なんかこう言葉もわからないし、まあなんか役とか出るのかもしれないですけど、その辺はすごい疑問だったんですよね。そうですね、国とか地域によっての違いっていうのは確かにありましたけれども、でもやっぱりなんでしょう、なんつったらいいかな、表現しすぎない表現っていうのはあまりこう西洋文化にはこう非常にこうまあシンボリックで、もちろんそういうジャンルあると思うんですが、印象的なもの、印象派とかそういうのあると思うんですけど、あまりやっぱり一般的じゃないですよね、ないっていうか、まあ、だからこそ面白いというふうに、自分たちと違うから、あとはこのやっぱり集中力、集中するっていうのが、とてもなんかやっぱり面白い、うん、その空気の張り詰め方だったりとか。そうですね、まあ、この現代においてなかなか能楽が受け入れられないっていうのは、一つやっぱりまあテレビもそうだし、まあ、今ねお笑い芸人の方が喋る言葉にも字幕スーパーが出る時代なので、ワイドショーではもう物事実証の裏の裏まで、あのテレビでこの政治家は腹の中ではこんなこと考えてますよってことも一生懸命テレビで教えてくれるから、それ見て あそうなんだ、うーんってこうなんか全部教えて伝えてっていうふうになるので、まあ、想像力ですよね。想像力を働かせてみるっていうことが今なかなか言われなくなりましたが、本来日本人の文化っていうのはもともと想像させるもの、想像力を働かせる。ですからまあ見立ての文化というふうに言いますけども、ないんだけれども、そこにないんだけどもあるようなふうにして見せる。あ、見立てる。あ、そういうことですね。見立てる、はい、あるようにする。ですから絵で描いちゃうと、例えば具体的にこう描いてしまうと、なんていうか、そこに木が立ってますとか、ここが山がありますとかって言ったら、もうその山は木しかないんですよね。でも想像力を働かせれば、そこにはもうその余地、余白がありますから、そこには自由に絵を描ける。その人の思いで見ることができる。これも私もよく話すんですけど、100人のお客さんがいて、100枚紙を配って、じゃあ見せて、じゃああなたにはどんなふうにこの山が見えましたか？じゃあどういう海でしたかと。どんな空でしたか、絵で描いてくださいと。もし言ったとするならば、当然ですけど、ノーマンでは描かれてませんから、みんな違う絵を描きますよね。で、それが全て許される。で、こういうふうに描かなきゃいけない。じゃあ海っていうのはこうなきゃいけない。じゃあこの物語のこの場面の、山っていうのはこういうふうになくちゃいけない。ってことはないんです。全てそれを見てる人の想像力に委ねる。まあ、もちろんこちらもそういう気持ちで演じる。見立ての文化、想像力の文化、余地、余白の文化。ですね、その余白を埋めるのはあくまでも見ている方が埋めていくということになりますから、イコールすなわちそれが見ている人の、まあ人生観だったりとか今まで生きてきた、まあ、そういうこうものが全て投影されるということなんですね。鏡のように映し出される。それがやっぱり能というのはいつ見ても、じゃあ同じ演目を何年か後に見ると全然違う風に見えて感じられる。それはその人のものの見方、目の見え方、感性、考え方が変わってきたからそういうふうに見えるということです。で、そういうことが全て許されるんです。能では正解がありません。こう見なくちゃいけないとか、こうしなくちゃいけないということは一切ないんですよね。正解がない世界、はい、どう捉えていただいても、どう切り取ってどう捉えていただいても結構ですっていうことでやってる芸術です。だからその答えが欲しいっていう人にはちょっと何ですか、敷居が高く感じられるかもしれないですけど、でもすごく自由ってことですよね。そうです。正解がないからこそ面白いっていう、そこを自由に想像して感じてくださいっていう文化。うん、はい、あとそのどうしてもこう眠くなっちゃいそうとか、その辺が心配だったりするんですけど、あの話が分かんなくてとか。それもあの大変よく言われるんですけど、脳はもともと眠くなります。そもそももう神様仏様からもう地味猛霊、妖精、もう鬼とか、要するにもう人間じゃないもので描ける世界ですから。で、人間じゃない世界を描いていて、要するにこう異次元空間にさせるわけです。脳の生やし方、笛とか鼓とかあります。あの音、それから自由体と言いますけども、コーラス体がいます。わーって一斉に声を出して、でそれすべてですね、実は倍音が出ていて、アルファーファが出ていると言われています。うん、はい、で、脳のリズムっていうのはこう結構割と、まあ、もちろん速いのもあるんですけど、相対的にこうテンポ感がこう大変こうゆっくり。で、これは本当に赤ちゃんがお母さんに抱っこされて、母の心拍数ですね。心拍と近いとこ寝ちゃう。だから脳のリズムは心拍に近いと言われています。だからもう眠れ、眠れっていうふうにこうアルファーファをですね、思いっきり出して、
こう眠らせる。能楽は僕はあの別にあの寝てもいいというふうに私は思ってます、はい、あの周りに迷惑さえかけなければ力とか書いて迷惑をかけなければ。あともう一つ申し上げる、これ能楽のまた非常に特性だし、アルファーファがたくさん出ているので、能はヒーリング効果があると言われています。癒しの効果ですね。ですから普段大変こうストレスフルな生活を送っていらっしゃる方はですね、ぜひ能を見ると、もう一発であのストレスが癒しの効果です。パーッとパーッとなって、はってもう、ヒーリングです。もうめちゃめちゃヒーリング効果です。ですので、それは先ほど申し上げたように、能楽の歴史的に、能楽というのはやっぱりこう神様、仏様という存在にこう近い世界として描かれています。で、そういうところからのあれとして、まあ、これはまあスピリチュアルの面もあると言われているし、実際の音楽的な面もそうだし、その構造的な面も、やっぱりこう夢うつつの世界にいざなっていく。だから見終わった後に、なんだか言ってることはよく分からなかったけど、あ、なんか気持ちが、心がすっきりした。なんかこう心が洗われるような感じがしたと、まあ、これで十分なんですよ。事前に内容を把握された上で見ていただけると一番望ましいというふうに思いますけれども、じゃあ全ての場面全てを理解するというか、これが分かるとか分からないっていう理由で見るということとはまた違った意味でのその空間の能楽というものの発する空気とかオーラというかエネルギーというか、そういうものが目に見えないものがたくさんこうパーッと放射されています。でそういったものをこのまますーっと心に受けていただいて、あ、心地いい空間だな、気持ちいいなというふうに。だからもう寝てもいいわけですよ。だからもう絶対に、もう絶対、もう絶対に 寝ないようにして、絶対に起きたらダメだとかっていうことじゃない。もうあのさらにぶっちゃけて言いますと、私は能楽を何十年も見ていますとかいう人だったりとか、私は能楽評論家ですっていう人も、こうやってあの客席でこうやって寝てますから。なるほど、自由なんですね。あともう一つ言うと、我々能楽師も結構意外と舞台で寝てたりすることがあるんですよ、ね。で、これはあの大変不謹慎であるというふうに言われるんですけど、さっき申し上げたように、アルファーファなんですよ。めちゃくちゃアルファーファ出てるんで、自分たちで走ってるアルファーファで、自分たちでね、こうね、一種のトランス状態になっちゃうんですよ。でね、トランスになって、こう、ふわーってなって、こう、ふわーってなると、もうなんかね、舞台にいるだけでもうなんか、こんなになって、こんなになって、こんなになって、こうなっちゃうってことが。あります。なるほど。多分ちょっと能を見てみて癒されに行きたいって人もいると思うので、お能を見たいと思ったらまず能楽堂とかを探すといいんですかね。そうですね、お近くに必ず能楽堂という専用劇場がありますの で、そちらをまず検索していただいてですね、能舞台、もし分からなければ私どもの能楽協会っていうところにホームページがありまして、いろいろその中にもね、さまざまな情報を載せてますが、そこに能楽堂を検索できるところがありましてね、ご自分の住んでらっしゃる地域のところのある能楽堂をちょっとピュッてこう押していただくと、その能楽専用劇場っていうのがダーッてこう出てきたり、してますので、そういうところで、見ていただく、もしくはあとはそのそれぞれの皆さんのご地元で、まあ今コロナになってしまったんで最初の話ですけど、なかなかもう催し自体が今成り立たなくなってきてしまったので、能の公演も数が減ってきてしまいましたが、皆さんのそれぞれのお住まいの近くになんとか文化会館とかなんとかホールとか、もしくはなんとか神社、なんとかお寺っていうところがあると、そういうところでの文化行事として能の公演をされてしたりとか、あとはまあ滝技能って言いましてね、まあ、野外で滝技を焚いてとか、夏とかこの秋以降は、これも随分ね、数が実は減ってきてしまって、これ大問題なんですけども、神社とかお寺とかそういうところでは、本当にまあ秋の風物詩として滝技を焚いた非常にこう幻想的な空気の中でこう能を見る、野外で見るみたいなね、そういったイベントも各地域でやっていますので、まあ、そんなものも皆さんにぜひちょっと検索してみていただければなと思います。はい、そして山井さんのご出演されてるのを見たい場合にはもう山井さんのお名前で検索していただいて、はい、ホームページから公演情報とかをチェックしていただければというふうに思います。はい、はい、ということで山井さん、とっても勉強になりました。今日は本当どうもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんぜひ能楽を身近に見てください。よろしくお願いします。はい、ということでどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。